6月16日木曜日、時刻は夜8時を回りました。ユーストリームからご覧の皆さん、そして片町きらら大型ビジョンからご覧の皆さん。こんばんはー。んんはーさあ片町スクランブルナイトの時間です。司会の富由加子です。そして、アシスタントの今村京子です。はい、今夜は私たち二人でお送りします。よろしくお願いします。ばん。<ー> ということで今夜も始まりました片町スクランブルナイト三十六回目の配信となります。あの月曜日に金沢梅雨入りしまして今日は雨のそうですね。ね。出てきましたとジトっとした感じでね。ちょっとジトジとした汗ばむ感じですけども。はい。今日の片町スクランブルナイトですね。そのジメジメを吹き飛ばすような豪華なラインナップとなっていますので楽しみにしてください。 さあ片町キララにある片町ソーシャルメディアスタジオからお送りしていますえ昼と夜それぞれの片町を紹介していくトークバラエティ情報プログラムとなっていますではまずは恒例の視聴者法のご紹介からいきたいと思います お願いします、はいえー、パソコンの方はユーストリームのサイトにそしてスマホの方はユーストリームのアプリをダウンロードして「かたまち」と検索をしてくださいかたまち商店街のホームページや Facebook の「かたまち」のページからも視聴することができますそして YouTubeLive でも見ることはできます、うん、YouTubeLive の方 えー、YouTube にアクセスをしていただきまして「うん、片町」と検索、はい、そして「片町」の YouTube チャンネルにアクセスをしてください、うんえー、今配信しております y o u t u b e ライブから見ることができます、はい、ぜひぜひ「片町」の YouTube チャンネル登録も忘れずにお願いいたしますよろしくお願いしますさあでは盛りだくさんの今日の番組内容見ていきましょうかはい、はい、今日のメニューでーす はい、今日は美味しいピザが大好評のサルバトーレ＆あ、失礼しました、サルバトーレコーモ＆バール。うん、え、そして二回目の登場となります金沢ロフト。はいうん、結婚式場のアルカンシェル金沢<っ>この。 店舗をご紹介しますサルバトーレ・コモ・アンド・バールからはとっても陽気なスタッフが登場金沢ラフトからは今週末の父の日におすすめのアイテムをお伝えいただきます楽しみですねそして夜の片町紹介のコーナーもありますこちらはレギュラーのようなポジションですねニューハーフパブガラシャ金沢をご紹介していきますそしていよいよこのシーズンがやってまいりました。はい 今回の特集、はい、私をビアガーデンに連れてってということで,いいで、ね、サントリー大人のビアテラス、はい、そしてエルビルビアガーデンをご紹介いい、たします。はい、2つのビアガーデンを 2>, 2つでご紹介しいということですねはい、はいさあ、そして、えー、片町スクランブルナイトなんですが来月から番組がリニューアルということで、はい、あの私たちはですね、次の MC の方へバトンをつなぐことになりました。 で、今日はですね、番組の最後にもう一人のアシスタント、あやちゃんも、はい、登場しまして、この2年間をね、振り返っていきたいと思います。はい、はい、ちょっと寂しいんですけども、ね。そうですね、えー。皆さんからのメッセージもお待ちしていますので、うん。待ってます。待ってます。はい、番組に参加してください。はい、え、皆さんのメッセージはツイートで、ツイッターで、お待ちしております。はい、メッセージ。 ご意見感想つぶやき <laughs> 何でも何でもオッケーです。はい、はい、ハッシュタグ金沢金町片町、うん、ハッシュタグは半角、金沢片町は全角で皆さんからのメッセージお待ちしてます。ということで、今夜も夜10時までの2時間番組にお付き合いくださいね。今日は盛りだくさんの内容です。今夜もお楽しみに。